どうもまいまいです。今日は夫からクリスマスプレゼントをもらったので開けていこうと思います。で、あなたのクリスマスプレゼント全然興味ないんですけどっていう方もいらっしゃると思うんですけど、中身は文具、多分文具だと思うので、一緒に楽しみながら開けていけたらなと思います。それでは早速行ってみましょう。では開けていきましょう。で、夫はちなみに文具は全然知らなくて、普通の男性、一般男性と同じ、興味がない一般男性と同じレベルだと思います。で、予算は今回2000円で交換しようってねことになったので、多分2000円なったんですけど、多分ね、これちょっと収まりきってないんですけど、2000円ではないですね。めちゃくちゃなんか重量もあってかなり重いんですけど、多分2000円ではないです。まあなんでしょうね。で、もらった時に、え、これ文具だよねって確認したら、まあ文具みたいな感じだったので、文具チャンネルに投稿できる内容かどうかは開けてみないとって感じですよね。さあ、なんだろう。よいしょ。こういうの楽しいですよね。何入ってるか、リクエストもねいいんですけど、何入ってるか分かんないのも楽しいかなと思います。で、まずは、なんか出てきたこれは何？カード？これ、あれ？動く？あ、なんか分かります？これ 3D っぽい立体的に見えるカード？カードにしてはめちゃくちゃ大きいな。クリスマスカード？夫からのメッセージがありました。メリークリスマス、好きなことで好きなように生きられる人生を応援してます、ですって。ありがとう。はい、こんな感じのカードがまず入ってまして、なんか上から撮ってくれと言われたので上から撮っていきます。で、次、なにこれ、あ、これはこれは無印かな。メガネ小物ケースって書いてあります。あれかな、マスキングテープ入れるやつかな。マスキングテープの収納用にくれたのかな。これが重かったのか。すごい嬉しい。アクリルメガネ小物ケース、これは嬉しいですね。私マステは今ね、なんか見えない収納みたいになっちゃってるので、見える収納の方がどんなの持ってるか確認できていいかなと思います。このケースと、あと、どれから取ればいいの、これ、もう一個、もう一個入ってた。もう一個、同じのですよね。同じの入ってた。まあマステいっぱい持ってるので、何個あってもいいですね。むしろこれで足りるかどうか分かんないぐらい持ってるので嬉しいです。よし、では次、最後の袋、じゃじゃん。お、これはロフトですね。ロフトの袋っぽいですね。うちのね、近くのショッピングモールが無印とロフトが一緒に入ってるショッピングモールなので、多分ロフトで買ってきてくれたんだと思います。では開けていきましょう。まあ、これも文具と言えなくないけど、次こそ文具ですね。よし、なんだろう、シールとかかな。じゃん、あ、マスキングテープだ。これはあれですね、 MT さんのクリスマスのマスキングテープですね。こんな感じ。これ水友さんのインスタライブで見たかな。このマスキングテープセットと、あとはマスキングテープなんだろう、これ初めて見る。これもクリスマスっぽいですね。こういう柄なのかな。ラウンドトップさんのマスキングテープが入ってました。透ける手でちぎれる。へー、
こんな感じのマスキングテープと、なんだろう、またマスキングテープかな。じゃん、マスキングテープ。多分マスキングテープ好きだと思われてるのかな。まあ間違ってはないですけど、マスキングテープ、これも一緒のラウンドトップさんとこのシリーズですね。知らない、オーナメント、プレゼントみたいな柄のマスキングテープです。で次、なんだろう、次、じゃん、マスキングテープ。何なの。はい、バンデさんですね。これも知ってる、かわいい。プレゼントが一個一個ね、多分めくれるマスキングテープになってます。柄こんな感じですね。これクリスマスまでに使わないといけないやつ。もうクリスマス終わるけど。こんな感じの値段書いてある。マスキングテープと、次、じゃん、はい、マスキングテープ。マスキングテープ、リースのマスキングテープですね。これはもうクリスマスまでに使わないといけないやつ。まあ来年もね、使えるので良いですね。かわいい。で次、じゃん。マスキングテープだらけ。これもね、これ知ってたやつ、これね、欲しくて買おうかどうか迷ってたやつですね。買わなくてよかったです。オーナメントのマスキングテープになります。さあ次はなんだ、じゃん。はい、スノードームのマスキングテープですね。これも知ってた、可愛いですよね。これはクリスマスじゃなくてもいけるかな、冬中いける感じのやつ、可愛い。はい、そろそろあと1個、あと1個、あと3個はなんか同じっぽいので出します。じゃん、もお、あ、これそうだ、この前買ってきてもらったソーダの、これはあれですね、私が買ってって言わなかったソーダの柄のマスキングテープと、マスキングテープばっかり、あ、全然文句じゃないです、嬉しいんですけど、マスキングテープ、つつむさんのですね、はい、グラデーション星座のマスキングテープと、これもつつむさんですね、マスキングテープ、ナイトビュー、めっちゃキラキラ、なんか変光っぽいですよね、虹色っぽい輝きが、こんな感じのマスキングテープです。で終わりかな。まあマスキングテープだらけだったけど、可愛いものばっかりで嬉しいです、本当です。でなんか夫から開けた後に読んでねっていうメッセージカードもらったので、ちょっと見ますね。マステセットとマステを収納できるボックス、1段10本 ×4 段の2セット、ということはこれ1個で80個収納できるのかな、すごいですね。じゃあ足りそう、足りないか。ではこのマスキングテープ、せっかくなので貼っていこうかなと思います。少々お待ちください。マスキングテープを貼ってきました。ソーダから、ソーダのドロップっていう細幅の10ミリの柄と、あとこっちがつつむさんのやつですね。箱押しがキラキラになってます。で、こっちもつつむさんのやつ、変光が美しいですね、虹色で、ゴールドの虹色ってなんか珍しい気がします。で、こっちがラウンドトップさんのクリアテープ、これね、手でちぎれて結構面白かったです。なんかね、ソーダとかと比べるとペラペラした感じのマスキングテープになってます。で、こっちが MT さんの4ロールセットですね。なんか洋書みたいな、トナカイとサンタさんの柄と、クリスマスっぽい赤い箔推しのテープと、あと車、白っぽいテープと、なんかロールプレイングゲームのキャラみたいなマスキングテープになってます。で、こっちからはバンデですね。
パンデのプレゼント柄とオーナメントとリース柄とスノードームですね。スノードーム可愛いですよね。冬っぽくて可愛いなと思います。マスキングテープは嬉しいんですけど、季節物だとね結構使わない期間が多いので粘着とか弱まったりしないかなってちょっと心配なんですが、まあなんとか保存していきたいと思います。で入れてみました、さっきのアクリルケースに。こんな感じでマスキングテープが綺麗に入ります。で横にも使えるんですけど、やっぱ縦に収納した方が使いやすいかな。こんな感じでね立てとけば小スペースになるし見やすいしいいかなと思います。今日の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。自己満な動画になってないといいんですけど、ちなみに私が夫にあげたのはアイマスクをあげたんですけど、ちょうど予算2000円ぐらいだったので、なんか2000円以上のものをもらったので気が利かない感が出てしまったかなってちょっと気にしてます。せっかくアクリルケースをねもらったので、クリスマスはマスキングテープの収納をしたいと思います。また楽しそうな企画を思いついたらやっていこうと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。